とうございます。いやすごいね。あ、これか。うん、全然これだわ。うん、いやついに我々もこのグリーンと呼ばれる日光車に乗る時が来てしまいましたね。ああ興奮を抑えきれてないようです。まだ清掃中です。早く清掃してこのマーションやばい、血圧が上がってます今。ああちょっとやばいですよ、彼の命に関わる。乗る前に倒れて、お前がここのホームで倒れたら俺らは置いてきます。おい、眺めはいいです。いいね、すごいね。いや海風がすごい入ってくるね、ここから、ね、涼しいわ、涼しい、ね、長崎。お、清掃が終わったんじゃないですか。なるほど、行きましょう。私めたちは乗ってよろしいんですか、これ。こちらになります、うん、ちゃんと僕たちグリーンコースに乗るね、権利を獲得しました。ここはね、僕たちのプライベートルーム。おー、すげー。トイレに誰が入ってるかとか、すぐ分かるらしいですよ。え、これは何、誰かがトイレに入ってたらここは光るってことですか。そうそうです。VIP 中の VIP じゃん。 VIP ストですよ。 VIP ストじゃん、ここ。空調聞いてますか。いや、もうバリバリ聞いてます。また列車の進行中やむを得ず急ブレーキをかけることがありますのでご注意ください。 JR 九州からのお願いでした。発車まで3分ほどお待ちください。もう動き出した。バイバイ長崎、ありがとう。止まります。おお、できるできるできる。電気最大にしてみて。最大がこれなんだ。つけないっていう手があるってことか。あー、なるほどね。空調も変えられるの。あ、ボリューム打ってない。スピーカー、あ、これアナウンスか。あー、なるほどね。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。博多行き特急かもめ30号です。止まります駅は諫早、肥前鹿島、佐賀、新鳥栖、鳥栖、終点、博多です。あ、確かにね。どう、まあでもそのあ、やばい、来たみたいな。いや、失格だ、運転手。電車で合格。開くドアと足元にご注意ください。諫早を出ますと次は肥前鹿島に停まります。肥前鹿島か、もう次多良町とか全部通過するんだね、あそこ。だからもうこっから、だって諫早出たら次もう海だから。だね、ずっと海だね。もう肥前大浦とか多良とかさ、普通列車めちゃくちゃ待たされたじゃん。特急だったら全部あれ多分通過していくだけだもんね。はい、使われてないっていう可能性も全然あるか。そうなんです。さっき出ていったやつ。おお、ほんとだ、見える。結構普通に見えるね。まあ最後尾だからか。そっか。おお、こんぐらいカーブしてくれれば見えるってことか。何駅だここは。ピュン、長いヒュー、オエ、オエだ。ここオエか。あ、ちょ、次ユエですね。奥に堤防道路見えるね。あれ、あれか、あれだね。へえ、あそこはなんか釣り場、釣りの何だっけ、穴まいだな、言ってたよね。ゆえ次は長里ですね。あ、長里ぐらいからもう完全にね、海の近くだ。はい、何駅っすかこれ。小長井。小長井か、めっちゃ眺めいいんだよ小長井駅。本当に良かったね、天気良くて。うわーらー、あーでも日の瀬みたいに葉っぱが、お見合いですね。白いカモメ。
あっちも突起だけど、タラ、今タラだったね、多分。ご利用くださいまして、ありがとうございます。まもなく、以前、鹿島に着きます。おー、特急としかすれ違ったよ、なくない？確かに。特急かもね。ゆうとくになり行きたいな。次は、佐賀に泊まります。佐賀か、もう。行きも帰りも二日市泊まるね。おお、同時入線だ。もうこいつは、あ、そういうこと？今留置線から出てきたの。なるほどね。わあ、トスついちゃったよ。あとちょっとじゃん、この旅も。次は二日市に泊まります。3番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。二日市を出ますと次は終点の博多です。二日市ってそんな重要あんの？まあまあまあ、二日市市ですか。ご乗車ありがとうございます。終点博多に着きます。堀口は右側です。5番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。着いちまったよ。さあ出ましょう。終点博多です。車内に忘れ物がないようにご注意ください。待ちもったよ。さよならグリンコ室、またいつか。あー、じゃあ行きましょう。うわ、博多着いたよ。またもうやだ。